マンハッタンマンハッタンは、ドイツのボードゲームである。ボード上の世界の6つの都市に、マテンを築いていき、最も多くビルを支配したプレイヤーの価値となる、各都市は33の9マスに区切られ、そのいずれかを示すカードを手札として4枚持つ。さらに、手駒として1階から4階分のビルの形状をした、駒を24個持つ。自分の手伝いでは、主札1枚と手駒1つを使い、 任意の都市の主察で示された場所に自分のビルゴマを一つ置くことができる。このゲームは一定の条件で他プレイヤーのコマの上にも自分のコマを重ねることができ、一番上のコマのプレイヤーがそのビルの支配権を持つ。コマを重ねるための条件は、そのビルを構成する中で合計回数が最も多いプレイヤーとの差が4回以内であること。例、ビル A の中で、 最も所有回数の多いプレイヤー A に対し、プレイヤー B はコマを重ねることが可能だが、C は重ねることができないつまり1位と2位との差が5回以上になったビルは、その時点で所有者が確定することとなる。逆に言えば、圧倒的な差がない限りは、ビルの所有権は非常に流動的なものである。ラウンドごとに点数計算が発生し、各… ビルごとのオーナーに1点ずつ、各都市ごとに一番ビルの多いプレイヤーに2点ずつ、6都市で最大のビルのオーナーに3点が入る。手番を変えて4ラウンド、4人プレイの場合を行い、点数の合計が最大のプレイヤーが勝者となる。手駒と手札に制限された条件で行動を選択するのが悩ましい。勝負に関してはカードの引きの要素が大きいが、 ラウンドごとに決めることのできる手駒の選択をはじめ、いろいろな作戦を立てる余地がある。ビルを高くして、世界一の3点を狙うか、ビルの数で点数を稼ぐかも、悩みどころである。見た目が美しく、ボード上にビルがニョキニョキと伸びていく様が圧巻である。ありがとうございます。